バッファローは南アフリカ共和国が開発した44輪駆動の不評機動車、キャスパー走行兵員輸送車をベースに、ホースプロテクション車が製造した66輪駆動の地雷防護車である、エンラッペ、アイカテゴリー3に分類されている、車体に取り付けられた大型アームにより爆発物処理が行える、アームは車内から操作することが可能であり、カメラ、センサーなどもアームに、 装備されている。これにより安全に爆発物を解体することができる。バスほどの大きさであるのにもかかわらず、時速 100km 以上を出せる。地中に仕掛けられた爆発物が万が一爆発した場合でも、その爆発の爆風や衝撃を逃がせるように、シャーシは V 字型車体と呼ばれる構造を採用している。また、ベーシステムズ社開発の L、ロットバーアーマーを取り付けることにより、 RPG-7、追戦車ロケット弾攻撃などからの防御も行えるようになる。車両に取り付けられたガラスの厚さは6インチであり、タイヤはランフラットタイヤを装備している。生産当初は武器は装備していなかったが、後から M153 クローズ2を車体上に搭載し、m 2 4 7 6 2ト、mm、ル機関銃、または M2495.56mm 機関銃を搭載している例も見られる。2004年にアメリカ軍は少数のバッファローを配備し、イラクでの運用を始めた。2008年6月までにホースプロテクション社は200両のバッファローをアメリカ軍向けに納品した。2009年にホースプロテクション社は改良型のバッファロー A2 の生産を開始した。 A2 型の改良点は走行装置、エンジンの改良、空調装備の改良などである。A2 型の外見上の最もわかりやすい識別点はフロントバンパーが大型化していることである。フォースプロテクション車は2011年にジェネラルダイナミクスランドシステムズに吸収合併され、その一部となったが、バッファローの生産は継続され、 A2 型は2014年6月までに795両が生産された。バッファロー運用国アメリカ合衆国200両の A1 型、および約450両の A2 型。イギリス18両カナダ当初5両。2009年20両が追加発注された。最終的に19両がカナダ軍のアフガニスタンでの作戦で使用された。二千十一年にカナダ軍がアフガニスタンを撤退後は、 アメリカ軍も含め本社のアフガニスタンでの運用は確認されていない。フランス2008年に5両を受領。イタリア6両。トランスフォーマーディセプティコンズの一人。ボーンクラッシャーが変形する。トランスフォーマー、リベンジディセプティコンズの一人が変形。ありがとうございます。